そうだ、金曜日、楽天戦、中止にしよう。どうも、わしトーク、こうきでーす。魔の金曜日、楽天イーグルス、今週も敗戦いたしまして、連敗を15に更新いたしました。なんすかこれ。金曜日の連敗っていつから始まったんだっけ？15連敗っていうことは、約4ヶ月金曜日勝ってないっすね。どういうことっすか？誰か教えてください。今日の試合展開ですね、なるんですけど、まあ、ちょっと今日仕事で、ゆっくり野球見てなかったんですけど、まあ、ちょこちょこね、まあ、見てたっていう感じではありましたが、岸投手と、佐々木朗希投手の投げ合いというところで、まあ、先週と同じね、カードになったわけなんですけど、佐々木朗希投手、今日は先週と打って変わって、めちゃくちゃ良かったですね。良かったけど、どうにかしてほしかったね。なんとかっていうところだったんだけど。で、逆に岸さんも先週はちょっとね、打たれてしまったんですが、今日は、荻野選手のホームランによる1点のみというところで、まあ、ホームランはですね、高橋がすごかった。で、その後なんですけど、まあ、今日は本当に投手戦っていう形で、まあ、終盤に楽天もロッテも、ピッチャーをね、つないでいったわけなんですけど、8回裏ですね、ロッテの攻撃、安樂投手が1軍復帰して2試合目ぐらいのマウンドだったかなと思うんですけど、1点差で出てきまして、痛い1失点をしてしまい、2対0。で、結局、9回楽天得点できずに、金曜日の連敗をですね、15に更新するというね、まあ今日のゲームだったんですけど、金曜日なんでこんな勝てないんですかね。もやちょっと笑えてくる本当レベルで、このままシーズン終わりまで金曜日今年ね、勝てないんじゃないかって本当勢いだと思います。で、あと試合展開からするとですね、8回裏の、バッターが安田選手かの当たりだったと思うんですけど、センターが辰巳じゃなくてね、今、まあ、春樹さんが今日守ってたんですけど、あれ、追いついてましたよね。あれは、まあ確かに安樂投手、1失点になってしまったんですけど、あれは正直、ごめん、エラーだわ。だからね、ちょっと2失点目に関しては、今日はね、安樂投手、僕は攻めれないですね。あれは春樹さん、ちょっとエラーだったね。もう追いついてたし。普通に取ったかなと思って見たらさ、あれ、ボロ落としてるやんみたいな感じで、結局、もう痛い2点目を取られ、敗戦。もうなすすべがないですね。どうすればいいでしょうか。誰か、楽天ファン以外の方、教えてほしいですね。この金曜日の呪縛から解放される方法。15連敗ってやばくね？だって、4ヶ月さ、花金で、楽天ファンは、試合をさ、見に行くわけですよ、球場に。いや、4ヶ月金曜日負け続けるのってもう、なんだろうな、言葉にできないし、いや、もうマジで、金曜日、来週からも行くファンいるのかなって、ほんと心配になるぐらいのレベルで、負けまくってますね。金曜日勝てないとさ、多分優勝できないんだわ。いくら上位、首位とね、まだゲーム差が詰まってるとはいえ、なんかそのゲーム差以上の本当、なんか差というか、金曜日とりあえず もうなんか、高校野球みたいにさ、もう絶対に勝とうぜみたいな、なんか気迫で、1試合ぐらいでいいから望んでほしいですよね。もう金曜日、とりあえず今シーズンに関しては、本当に僕、もう見に行く予定はないんですけど、だって言っても負けるじゃん。僕らファンは、
やっぱり球場行ったらさ、勝ち試合見たいんだよね。うん、だそこら辺考えても、ちょっと、楽天イーグルスどうにかしようぜ。金曜日。とりあえず金曜日の連敗止めよう。うん。ね、金曜日ゲームやんないでくれって言ってもさ、結局日程組まれてるからさ、まあ、来週もゲームがあるわけなんですよ。だからとりあえず本当に、この15連敗という不名誉な金曜日の記録を早く断ち切ってください。それしかないですね。うん。あ、何なんだろうね、金曜日。俺たちの金曜日、もっとさ、ハッピーにさせてくれよ。うん。ちょっと今日、仕事の関係で泊まってるビジネスホテルだから、ちょっと声ちっちゃめなんですけど、うん。でもね、まあビジネスホテルだろうが何だろうが、僕はこのいつものセット持ってきて動画撮ってるんですよ。だから、ぜひ、来週は、勝ってください。本当に。もう一生のお願い。はい。っていう感じで、まあ、皆さん、各々ですね、今日の試合見て感じたところをぜひこのコメント欄に書き込んでください。そんなとこかな。まあ、皆さん楽天ファンはね、まあまだ金曜日ですけど、まあ世間的にはね、花金なんで、皆さん、楽しんで金曜日の夜をお過ごしください。じゃあね。